アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了されたトムが巨漢が悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの影に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆さんこんにちは、道楽やり茶です。令和6年5月6日、場所は滋賀布引にありますグリーンスタジアムにて、2024 X リーグジュニアトーナメント2回戦、磯野スーパースターズ対愛知ゴールデンウィングスの一戦がまもなく行われようとしています。試合開始12時キックオフ予定です。ただいま両チーム試合前のオープニングの、準備終わりまして、現在その試合開始の時を待っているところにあります。両チームのご紹介をさせていただきます。本日はホストチームとしてホームスタンド側に陣取っておりますのが磯野スーパースターズ、X2 ウエストに在籍しております、チームになります。2010年代に、各さまざまにありました地域のチームが合併しまして結成されたチームなんですが、その結成2年目に一気に躍進を遂げまして2015年シーズン X2 昇格を果たしました。その勢いに乗りまして、X で奮戦しておりましたが、しかしかつ、まだ人員厳しい状況ということもあり、一時 X3 に交代する状況がありましたが、再び力を取り、持ち直し2022年シーズンに X2 復帰を果たします。そして、昨シーズンはやはりその中において復帰1年目と厳しい状況にありまして、残念ながら順位としては、6位という形で終わりましたが、しかし今季再編成となりました X において優勝を狙わんと今季その開幕戦挑んでいこうという形になっております。対しまして反対側に陣取っておりますのが、本日はアウェーチームとしてホワイトのユニフォームをまとっております愛知ゴールデンウィングスです。こちらも歴史は長く30年以上愛知に拠点を構えまして、ザイヤにあるクラブチームとして活躍しておりましたチームです。近年 X において常に優勝争いを演じ、3期連続優勝を遂げるという非常に優れた戦績を残しておりましたが、しかし X2 の壁厚くなかなか上がるに至れませんでしたが、昨シーズンそのリーグ改編の好機を見事生かしまして X2 復帰という形を成し遂げる形になりました。今季が X2 に入りましての復帰1年目ということもありまして、その X2 の地位片面とこの一戦、その試金石となる一戦を挑まんとしております。この両チームによる一戦がまもなく行われようとしています。さあこの試合に先立ちまして、これが今季開幕戦ということもあり、磯野スーパースターズこれよりオープニングセレモニーを行います。
オープニングセレモニー、そのオープニングゲートを務めますのは地元にあります滋賀学園チアリーディングチームレイカーズです。アメリカの発祥地の滋賀、そしてその隣県にある岐阜に拠点を構えまして、2010年代、多くのチームが合併しまして結成されました磯野スーパースターズ、現在 X2 の地位にあります。今季その X においてさらなる躍進と源と、これよりその開幕戦に挑みます。スーパーサーズゲットイン。これより両チームサイドラインに並びまして、これより試合開始の時を迎えます。審判団中フィールド中央に入ります。これより両チーム首脳陣招き入れまして、試合開始の時をつけます。令和6年5月6日、場所は滋賀布引グリーンスタジアムで、2024Xリーグジュニアトーナメント2回戦、磯野スーパースターズ対愛知ゴールデンウィングスの一戦がまもなく行われます。試合開始12時キックオフ予定です。両チーム首脳陣フィールドの中央を歩みまして、これより試合開始前のコイントスを行います。手前側に陣取りますのがホームチームとなります磯野スーパースターズ、奥側に陣取りますのがアウェーチームとなります愛知ゴールデンウィングスです。
コイントスの結果、愛知キックオフ、磯のリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の静止形で行います。試合開始前の劇を飛ばし、これよりフィールドに散りまして試合開始となります。まず試合は愛知ゴールデンウィングスのキックオフによって試合が始まる形になります。キックオフキッカーは愛知ゴールデンウィングス19番の金井、千葉工業大学出身のプレイヤーが務めます。対しまして磯のスーパースターズリターナーに2人構えております。80番が配置されているようです。これより試合開始となります。81番リターンに入ります。このリターン、磯の陣34ヤード付近まで返しまして、この位置から磯のスーパースターズの攻撃に変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤード前進するか、相手陣地攻撃角にある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは磯のスーパースターズ自陣33ヤードからのファーストダウン点、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。パス不成功。まずオフェンスは開始点から後方より一度だけできる前パスを敢行しました。左に展開した相手レシーバー17番にパスを投じているようですが、これをレシーバーキャッチできずパス不成功となっています。前パス失敗ですと攻撃は1つ回数失いまして次の攻撃に変わります。ボールは元の位置に戻され、磯のスーパースターズ位置変わらずセカンドダウン点、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。今度は中央へのランプレー、ナイスラン、ファースト。今度はランプレーに入りました。後ろに構えたランニングバック32番にハンドオフ、32番そこから中央すり抜けるようにゲインしまして、一発で10ヤード以上獲得し攻撃権をリセット、ファーストダウンにと突き出しました。見事なラン決めましたが、そのスーパースターズ32番の中川、金沢大学出身のプレイヤーです。さあ攻撃権1回目に落としました。ボールの位置は自陣44ヤードに進みまして、そのスーパースターズファーストダウン点。さあここでトラブル発生。再びランプレー敢行しようとしましたが、この時ランニーバックへのハンドオフで、そのミスがありましてボールを落としました。
なんとかクォーターバック確保していますが、倒された時点までの、プレー距離という形なので、結果的に2ヤード後退する形になっています。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。この倒れた時点が重要になってくるアメリカンフットボール。磯野スーパースターズ、セカンドダウン12の状況で試合継続です。今度はオプションプレーを展開しました。オプションプレーはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーですが、ここはランニングバックにピッチし投げ渡し、左オープンをつかせました。キャリア25番、なんとかこれを展開しようとしましたが、ゲインは1ヤードにとどまっております。ランニングバック25番は宮部、北海道大学出身のプレーヤーです。そのスーパースターズ、サードダウン11、ボールオンは自陣43ヤード。さあ3回目の攻撃、攻撃更新実力で11ヤード突破なるでしょうか。さあランプレーを投入しました。中央突破により状況打開図らんというところでしたが、32番のキャリー今度は止められまして、フォースダウンに変わります。ここは愛知ゴールデンウィングスディフェンスに踏ん張ったという感があります。磯野スーパースターズ最後の攻撃、フォースダウン9、バントフォーメーションを取りました。バントはキックによる陣地挽回を図るプレーです。しかしこれにより攻撃は放棄する形になります。さあどこまで返せるでしょうか。このバントは外へ蹴り出すように愛知陣30ヤード付近で外へ蹴り出しました。この位置で攻守交代となりましてテイクオーバー、攻撃権は変わりまして今度は愛知ゴールデンウィングスの攻撃と変わります。そのスーパーサーズ、まず最初の攻撃1回リセットする形には成功しましたが、しかし攻撃を譲渡する形になり攻撃権は愛知ゴールデンウィングスに変わります。このようにアメリカンフットボールは攻守がはっきり分かれております。次は愛知ゴールデンウィングスの攻撃に変わります。愛知ゴールデンウィングス自陣34ヤードからファーストダウン10、こちらも1回目の攻撃、攻撃権更新、必要距離は10ヤードです。これは磯のナイスディフェンス。愛知もランプレーにより中央突破を図りました。キャリア45番の突進力に期待したところですが、これを磯のスーパースターズ10番見事に対応しまして、1ヤードのゲインにとどめております。見事タックルしましたのは磯のスーパースターズ10番の堀江、岐阜大学出身。愛知ゴールデンウィングス、キャリアは45番の、神戸でした。南山大学出身のプレイヤーです。パス不成功。今度は愛知パスプレーを展開しました。クォーターバック8番、奥に走り込んだ1番にパス、1番このボールをキャッチ仕掛けましたが、これは磯のディフェンスのプレッシャーありましてパスキャッチ確保できず不成功となっています。パス失敗となりまして愛知ゴールデンウィングスサードダウンに変わります。さあ愛知も3回目の攻撃、攻撃権更新、必要距離9ヤードとなっています。これを突破し状況打開できるでしょうか。愛知ゴールデンウィングスサードダウン9。さあオプションプレーを展開しました。後方走ったランニングバック45番にピッチしまして、45番、右オープンを疾走、約8ヤードゲインとなっていますが、しかしわずかに攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。迫力ある突進を決めましたのは愛知ゴールデンウィングス45番の神戸でした。南山大学出身のプレイヤーです。愛知ゴールデンウィングスフォースダウン残り1ヤード、こちらもパントフォーメーションを取りました。さあ磯野リターンに入ります。相手のプレッシャーかわし、自陣30ヤード付近までリターンし、この位置からの
磯のスーパースターズの攻撃に変わります。テイクオーバーになります。さあ双方ともに最初の攻撃シーズは結果的にパンとする形で攻撃を譲渡する形になっています。磯のスーパースターズ2回目の攻撃に入ります。先ほどの状況から打開できる策は見出せたでしょうか。磯のスーパースターズ自陣28ヤードからファーストダウン10。クォーターバック18番、ターゲット探し右に展開した84番にパスを投じましたが、これは愛知素晴らしいカバーでパス不成功となっています。あわやインターセプト、攻守交代という危険がありましたが、これはなんとかしのぎまして、磯の攻撃継続となっています。見事なカバーしましたのは愛知ゴールデンウィングスの19番金井でした。千葉工業大学出身。そのスーパースターズセカンドダウン10。今度は乱入ランプレーを投入します。ランニングバック42番ハンドオフを託されまして、左オフガード付近を突破、体をねじ込むように約5ヤードから6ヤードのゲインに変えています。キャリア42番神戸学院大学出身のプレイヤーです。そのスーパースターズサーダウン4、3回目の攻撃、攻撃権更新、必要距離4ヤード。さあどのようにしてこの4ヤードを突破するでしょうか。これは愛知ナイスディフェンス、中央へのランプレーで突破を図りました。キャリア25番、しかしこれは愛知59番が他ディフェンス選手殺到しまして、このランプレーに阻止しフォースダウンに変えます。うまく対応しましたのは愛知ゴールデンウィングス54番のプレイヤーでした。見事な対応でした。さあそのフォースダウンパントフォーメーションを取ります。このパントは愛知陣35ヤード付近でとどまりまして、この時点のテイクオーバー攻守交代となります。さあ愛知磯野の攻撃しのぎまして2回目の攻撃に入ります。陣地は若干ですが先ほどよりも有利な自陣40ヤードからの攻撃に入ります。愛知ゴールデンウィングス自陣40ヤードからファーストダウン10。パス成功。クォーターバック8番、右に展開していたワイドレシーバー1番にパスを通しまして約5ヤードのゲインとしています。まずこのプレーを最初パスプレーから入りました。パスを通したのはクォーターバック8番の中に取りましたのはワイドレシーバー1番の、荒川です。愛知ゴールデンウィングスセカンドダウン5。これは磯野のナイスディフェンス。今度はランニングバック35番に右オープン展開を図らせました。しかしこれを見計らって磯野35番がタックルし、このラン4ヤードロスに変えています。見事タックルしましたが磯野のスーパースタジオ35番の田原、日本福祉大学出身のプレイヤーです。さあ下がりました愛知ゴールデンウィングス自陣41ヤードからサーダウン9の状況に入ります。
クォーターバック8番パスを投じんと構えましたが、ディフェンスのプレッシャー殺到し急遽ランプでスクランブルに変えました。これにより状況打開を図りたかったところですが、しかし攻撃権更新至っておりません。フォースダウンに変わります。これは磯のスーパースターズ、見事なディフェンス、ナイスディフェンスでした。愛知ゴールデンウィングスフォースダウン7、ハントフォーメーションを取ります。ヒットは悪く、大きな陣地挽回には至りませんでした。結果的にボールは相手陣に入ったところで止まりまして、この位置で攻守交代となります。攻撃権変わりまして磯のスーパースターズに変わります。磯のスーパースターズ、フィールド中央付近という非常にいい位置からの攻撃に入ります。さあ、優位な位置を確保しました磯のスーパースターズ、自陣49ヤードからの攻撃に入ります。磯のスーパースターズ、ファースターアンテ、パス不成功。クォーターバック7番、左に展開したワイドレシーバー86番にパスを投じましたが、このパスショート、パス不成功でセカンドダウンに変わります。さあ、磯のスーパースターズ、状況は優位な位置ですが、セカンドダウンに入ります。ボールオン自陣49ヤードからセカンドダウンテ、今度は中央へのランプレー、密集点ラインマンとともに押し込むようにキャリア42番、自ら体をねじ込みまして約3ヤードから4ヤードのゲインに変えています。キャリア42番の倉谷、神戸学院大学出身のプレイヤーです。そのスーパースターズ、相手陣48ヤードからサーダウンセル、25番ハンドオフを受けました。左にバーンアウト、相手のディフェンスの隙を突いて左オープンに展開し攻撃権更新を図りましたが、しかし届かずフォースダウンに変わります。キャリア25番は宮部でした。北海道大学出身のプレイヤーです。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、磯のスーパースターズ0点、愛知ゴールデンウィングス0点、攻守方向入れ替え、第2クォーターに移ります。